ドーバース。私がみんなを助ける光になる。私がみんなを照らす光さす道となるアイシールドだ。こんちゃ、今日はエイラビショップがめちゃめちゃ強化されたということで、まあ守護がね結構増えたよね。でエイラをまあ確定サーチするカードも増えたということで、まあおそらく新環境ねタイヤ1位に躍り出るだろうと予測されるね、まあエイラビショップの神の構築を今日は紹介していこうと思うんやけども、まあまずはですね、このピラータートルというカード、まあタロットカードなんやけども、3コス14でコスト4のビショップフォロワーかコスト4のビショップアミュレットを1枚自分のデッキから加えると、このカードが追加されたことによって、まあ今までこうエイラが来ないっていうね、弱点的な要素、要はエイラビショップっていうのはこうエイラが来ないとまあ勝てないっていうのがあったんやけども、そこをね確定サーチによってまあ補うことができるようになったっていうのが、まずこのエイラビショップがまあ強化されたというね、ピラータートル追加だけでもエイラビショップが強くなったと。でそれにプラスアルファめちゃくちゃ回復するカードがねてんこ盛りに追加されたっていうのが、まあ今期のエイラビショップの面白いところであると。まず剛健の要人が自分のアミュレットの数だけ回復することができると。でロレーナもね再録されて、まあロレーナは結構あの頃、まあ、やってた人多いと思うんで結構馴染み深いカードかなと思うんやけども、まあビショップ特有の3コス23、ただ今の環境3コス33っていうねスタッツが多い中で3コス23っていうまあパワーのスタッツであると。自分のリーダーが回復した時、それがこのターン中に2回目なら EP を消費せずに進化できると。まあ無料で進化できるっていうのは強いよね。しかもファンファーレでロレーナの聖水を手札に加えて攻撃、進化時に、自分のフォロワー最大の攻撃ダメージを与えると。まあかなりこのカードも情報修正というか、強化されてリメイクされたって感じやんね。それから堕落の決意はまあ1枚入ってるんやけども、まあ1コスで打てる可能性があるってカードやね。それから結構このカードが自分強いなと思うんやけども、5コス23で、出すだけでね、自分のリーダー2回復プラスドローを持ってる、プラスで回復するためにスネークプリーストを1体出すと、でプラスで進化すると自分のリーダーを2回復ということで、まあドローもできるし、まあ4点回復できるし、まあ守護もいっぱい貼ることができるし、で結構こうこのデッキのまあ主軸みたいなカードっていうかね、その柱的な役割を持ってるよね。それから力ソフィーナ、これもまあタロットカードなんやけども、アクセラレート2でダフンの豪腕を一つ出すと。でこのカードは2コストで、カウントダウン3、自分のターン終了時ランダムな自分のフォロワー1体プラス0プラス2すると。でラストヤードでランダムな相手のフォロワー1体をマイナス20するということで、まあこれはね多分アンリミテッドのまあ境界ビショップ、まああの体力の攻撃力を体力を上げて、あのそのね体力の分を攻撃力に変えるっていう、まあ境界ビショップとかに入りそうやけども、まあ基本的には5コストで出すことが多いかなって感じなんで、これが場にいる限り自分のホラーすべて、ダダに出た自分のホラーすべては4以上のダメージは3になると。これエイラビショップの中ではかなりエグいカードやんね。自分の他のホラーすべてはプラス1プラス1され守護を持つと。盤面にねすごいこうサポート的なキャラクターって感じはするよね。それから光明のプリースト、これはアクセラレート1で守護を持つフォロワーがいるなら、カード1枚引いて、回復もできると。まあやっぱ1コストで回復できつつドローできるっていうのは優秀やんね。しかもファンファーレで自分のリーダーと自分のフォロワー全てを4回復、フォロワー全て4も結構大きいよね。でウィルバードを3枚採用してるんやけども、まあウィルバードもね結構必須級のキャラクターかなって感じやんね。まあかなり昔のエラビショップと比べて、まあ今回も、新レジェンドが2種類入ってるということで、まあビショップ使うならまあエラビショップが入るのかなっていうぐらい、なんか噛み合わせ的にまあなんか噛み合ってるなって感じやんね。まあちょっとねどんな感じで回るのかというものを試しにね回していきたいと思うんやけども、この動画がね面白いなとかね参考になった、デッキの構築がね参考になったと思った方はですね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価よろしくね。さあ、ヴァンパイアに遭遇していく、対戦よろしくお願いします。今回ですね、まあ、このエイラビショップ、強化、めちゃくちゃこの回復するっていう効果がめちゃくちゃ増えて、
まあ、ロレーナとかに関しては結構そのまあ1年ぐらい前かな、やってた人に関してはね、懐かしいなと思うと思うんやけども、まあ再びエイラが環境を取ると、私キルサギ D ね、やっぱそのヴァンパイア VS エラビショップっていうこの流れもなんか久しぶりな気がするよね。まあ自然真羅方向か、真羅方向あたりでよく見たミラー戦マッチなんやけども、ただこの人のねポイントを見る限り結構ポイントがね高いとね。おお、自分だって10しかないのにこれ1400も貯めてるからね、まあかなり買ってきているヴァンパイアであることは間違いないと。ふざかしいな。だがそんな自称バンプを使おうが俺の前で今さら来んな、ニコスのカードがよー。でね、このサリッサも追加されてかなり強くなってるんで、圧倒的なる力の強さでねじ伏せてやる。ピラータートル召喚、これね守護の14でエイラを確定サーチできるよねこれ。なんか今までのエイラってそのエイラ引かなかったら負けっていうのがあったんやけども、まあ、ピラータートルが追加されたことによってこれエイラをね引くことができるようになったっていうのは、強くなったよね。3、4の動きがこう確定するっていうかね、で相手も攻撃できないと。オビルバードもいいね。でかなりねこの守護のビショップめちゃくちゃ強くなったと思うんで、圧倒的なる力をねねじ伏せていこうと思うんですけども、ラビットヒーラーはエイラのために使えるカードであり、サリッサも、まあ、このターンに出す必要性はあまりなさそうな気がするって感じか。焦る必要性はないじゃないか。まずは1枚目で、ここでプリーストとかでまあドローもいいかなと思うんやけども、ウィルバード展開からねラビットヒーラーで守護いっぱい張ってでも、まあ、悪くはないね。どうしようかな、ここ。サリッサーでも出す必要ないし、火薬も見えてるから、難しいとこではあるよね。このカードもビショップオンリーのカードやしね。ただ、ウィルバードは必要なカードになってきそうなっていうのあるからね。こういうところは難しい。まあ、ちょっと後期プリーストから入るか。まずは1枚目。まあ、ここは鉄腕の祈り手でも出しとこうか。焦らないことが、やっぱ重要やと思うんでね。そしてここはしっかりターンシールしていく。で、この新域のね、鳳凰っていうカードも結構自分強いなと思って、まあ、ゴコス兄さん守護でスノークプリンスがね、たくさん出てくる。これ結構強いと思うよね。進化時にしかも回復もできるっていうことで。かざかしだ。これ自称するために盤面に干渉するというカードないけども、おお、なかなかの才能だな。痛いねー。お強いね。おー、面白いことしてくるやんか。だがここでエイラを召喚。願いは食大、祈りは魂、勝利への一撃をもたらせ。やっぱエイラの強みっていうのはこういうところにあるよね。さあラビットヒーラーで、あー生き返るわで進化がね3回以上なら PP3 回復、要は1コスで相手のカード破壊しつつドローとかもできるからね。まあこの墜落の決意に関しても新環境結構よく見そうな気はするけども、まあ次のターンはねこのグライドナイトウィルバードを出していく。で無限の回復ソースの前にやっぱ守護が鳴るっていうのが今季強いと思うよね。今怒りを感じる、恥ずかしいな。よそ見はダメよ。でも相打ちするしかないよね。でここでじゃあ次のターングランドナイトウィルバードを召喚して、無駄なあがきだということがまだわからぬか。しかも回復せずに終わるなんて無駄な行為をしやがってよ。ウィルバード召喚。時はない、おえつの中にあるんだ。でここで、まあ、進化時に自分のリーダーをね2回復できる、まあ、後期鳳凰がいるんで、まあ焦らずにここはターンシーローするっていうのが、まあ良さそうな気はするよね。なんか焦って別に行く必要ないもんな、ここ。ただ、こいつを取ることによってマウント合戦には勝つっていうのはありそうやけどね。ただ、このカード自体ね、回復するたびスネークプリンス出して、ファンファイア2回復できるから、っていうのはあれは難しいね。だが、ここはちょっと進化使うか。ウィルバード、進化の強さがちょっとあんまり使いたくないけども。奇跡の閃光により世界を照らさん。でね、これ破壊されてもこのウィルバードを復活させることができるんよね。これサリッサがね、おー、このサリッサがな結構強いと思うよね。
まあ3コスで、けどそのエンハンス6で出すとウィルワードを特殊召喚できると、これが結構ねエンハンス6次のターン強いと思うよね。ていうかエイラがなマジで強くなったと思うのよな。3コスでそのエイラを確定でサーチできるっていうのは絶対に毎回エイラをこう存続させつつ戦うことができると、まあ相手も結構強いねバンパなはずないけども、圧倒的なる力の前にヒルフスがいい。私小坂氏だ。怖いね。なかなかの才能だな。だが2点のダメージを受けてもらうぜ。まずは1枚目ウィルバードの効果によって召喚されていく。さらにこれもいいよね。もうサリッサでね完全防御展開をするっていうのもありかもしれないが、ただこいつがいる限りめんどくさいっていうのはあるんよね。だめ、ネレイヤもめんどくさいな正直。だこういうさ小賢しいことばっかりしてくるやつがいるんでね、そういうとこをどうしていくのかというものが課題になるんやけども、まあ結局はね無敵の防御を展開すればお前など雑魚に等しいわ。ペーン、サリッサじゃあ召喚するか。サリッサ召喚、勝負はここからですよ。ペーン、この世はおえつの中にあるんだな。しかもサリッサは次に受けるダメージはゼロになるを持つと、こいつ3コス22のゼロになるだけでも強いよね。ウィルバードを攻撃、いや守護がある限り相手は2点のダメージを与えるというね2文字からは、逃れることはできないと。しかもこの時点6点のダメージが確定して、まだまだ私にはね、守護張れる。これはちょっと鬼畜デッキやな、さすがに。さあどう来るかやけども、このまあ墜落はね多分高校で使うんかな。今回1枚しか採用されてないけども、明らかな強さやね。でここまで来れば多分ピラータートルはもう必要ないって感じなんかな。この剛剣の翼人も強いよね。自分のアミュレットがあるならアミュレットの数と同じだけドローできるっていうね。ああで同じだけ回復するっていうね。いや強いね、その2コスで回復できるっていうのがやっぱ強いよね。考えろ。そして絶望にひれ伏せ。私のおもちゃ。かしな。お前、怖いことすんなよな。なかなかの才能だな。おお。これサリッサ強ないこれ。これしかも守護がこれガードしてくれるから強化されて。君はここまでだ。しいな。お前、あ、そうか、それで取れるんか。なこ。行くわよ。おかしいな。しくじった。おい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 、お前盤面えぐいことしてくるやんけ。しかしこのな、やっぱタートルっていうかこいつ。な。だが俺には無限にね、存在する最強カードたちがあるんだよ。ただ進化は促せないってなるのか。2コス6コスで2コスユニコを張るって感じでしょうか。まあとりあえずね盤面をねこれで処理するとするか。墜落もない1コスで発動したかったところではあるけども、まあ致し方ないよねここの前で。これはもっと回復するならば、だからスネークプリーストを一体出すっていうカード、いやこれも次のターン使いたかったけどな。このカードは EP を消費せずに進化できるを持つ。ただ68は処理したいよね絶対的に。まあそこでじゃあ行こうか。まず墜落の決意発動。バーン、まずは1枚目ユニコの栗。ユニコの栗なんです。すごいんですから。まずは1枚目はい、生き返るわ。さあこの盤面を突破っていくのはこいつらいる限りでも、処理はいけるって感じなんかこれ。じゃあネレイヤがなやっぱ小賢しいね。まあ新環境だいぶねネレイヤも強化されたっていうか活動バンプで。おお、お前こさいことしてくんな。おお、え、あ、はい、小賢しいな。私のこの盤面を覆そうとでも言うのかね。無駄なあがきをするなお前。何かこう布石になるカードが欲しいね。だからネレイヤが攻撃するともちろん2点ダメージ与えられるし。痛いね。
で、このカード攻撃することによって、これ、ね、やっぱな、このビーフ、キャタラクトビースト強いね。だが、あと1点まで追い込んでいく。だが、こいつらが、あー、生き返るわー。おえつの中にあるのが、世界の聖水だった。いやー、小賢しいなー。でもこれ、スネークプリーストを出せんのか、回復するたびにね。だとするなら、ロレーナ無料で進化を使えるって感じなんやけども、進化時にね、このカードの、自分のホーラーの最大攻撃力のダメージを与えることができると、ドレインカードがうざいねー。とりあえず、新池の方を召喚するか。震えて待つがいい。ペーン！まずは1枚目、受けてみるんだ。で、もう一枚回復しなあかんってことなんか。ただ、ウィルバードを展開することによって、やけど、これ、翌人、守護を持ってるのかに、キャタラクトビーストがある限り、私がこの盤面を覆すことはできないのか、これ。てかな、キャタラクトビーストがマジで小賢しいな。なんか、ここは翌人を張るしかないのかな。まずは一枚目。私のご褒美、ベーン！この神域の方強いね。圧倒的なる力を持っているじゃないか。あと4点ないけど、これも強いな。ラッシュインプも結構強いね。だから攻撃することによってまず2点のダメージを受けてもらうんで、拮抗はしそうやけども、まずは1枚目。あのドレインうざいな。結構渇望ヴァンパイアはドレインのカードがめちゃくちゃ追加されたからね。このネレイヤもね、まあ今までだけでも結構強かったのに、まあこうコントロール系のデッキでさらにね強くなったのは小賢しいね。お前小賢しいことすんなよ。ウィルバード相手に攻撃させられないと効果が発動しないっていうのがね弱点だよね。なよね。だからリーサルはまだないって感じか。あ、リーサルあんのかこれ。あ、もう小賢しい。でもなんかいい感じに奮闘はできるデッキではあるね。